今回はモンハンライズで新たに追加されたアクションかけり虫について解説していきたいと思います。で、このかけり虫、使い方は至って簡単で、武器を出していない納刀中に ZL を押しながら X を押すと上方向に移動、 ZL を押しながら A ボタンの場合には前方向に移動、そしてもう一つのパターンとして ZL を押しながら ZR を押すことで、この緑の照準が出ている方向に移動することができます。まあ基本的に一番これが使いやすいかなと思いますので、 X と A の切り替えがめんどくさいという方はね、これだけ覚えておいてください。次にこのかけり虫を使えるようになれば、こういった高いところを登ることもできます。まずさっき覚えた ZL プラス ZR でかけり虫を出したら、R ボタンを押したまま上方向にスティックを倒してダッシュしていきましょう。で、ここで注意するのが黄色のスタミナゲージです。スタミナゲージが切れてしまうと自動的にこのように降りてしまいますので、この時にもう一度かけり虫を使いましょう。するとスタミナが回復した分だけまた壁をね、登ることができるようになります。で、またゲージが切れたら先ほどと同じようにしてかけり虫を使ってさらに登っていきます。ちなみにかけり虫にもゲージがありますので、この画面下側の赤いところが虫のマークに変わった時はかけり虫が使える状態です。そうでない場合は使えませんので、かけり虫ゲージが残っているかどうかはね、確認しておいてください。で、今登っている瞬間はかけり虫ゲージが残っていませんが、このジャンプした後にね、回復しましたので、また使えるようになって、もう一回使ったらこのようにね、頂上まで来ることができましたと。こんな感じでかけり虫を使うことで高いところも登れるようになります。で、今の応用的な感じでスタミナが切れて壁から離れてしまった場合に A ボタンを押すことで休憩的な空中停止を行うことができます。このぶら下がっている状態だとスタミナが回復していきますので、スタミナ回復してからかけり虫を使うことで先ほどよりも少ない回数で頂上まで登れるようになります。一応この注意点としましては、空中停止中はかけり虫ゲージが回復しないということと、ずっとぶら下がっている状態だと下に落ちてしまうので気をつけてください。空中停止を使ってないとかけり虫を5回ぐらい使ってやっと登れましたが、今回こうやって空中停止を入れることによってスタミナがね、回復した分だけよく登れますので、3回目で頂上まで来ることができました。高いところを登るときにはこの空中停止結構便利ですので、ぜひ使ってみてください。さらに空中停止を使えばこういった離れた場所でも地上に降りずに移動することができます。停止中に B でジャンプするとより前へね、このように行くことができます。次はかけり虫を使った受け身です。モンスターと戦闘中にこういった吹っ飛ばされる攻撃をされることがあるかと思います。その際に ZL プラス B を押すことでかけり虫を使った受け身を取ることができます。これですぐに体勢を立て直したり、今までだと起き上がりではめられて死ぬっていうことがあったかと思いますが、それを避けることができますので、かけり虫ゲージが残っている場合はぜひ使ってみてください。そして最後に、今作では鉄柱主義というかけり虫を使った技を使えるようになっています。各武器にそれぞれ2種類ずつありまして、使い方は至って簡単。武器を出しているこの抜刀中に ZL を押しながら X、 もしくは ZL を押しながら A で使用することができます。剣士の場合は先ほど使ったかけり虫と使い方は同じですね。武器を出していると鉄柱主義、出していないと先ほどのただの移動になります。で、剣士しかしない人はこれだけ覚えておけばいいんですが、弓やボウガンなどの遠距離武器を使う方は操作方法が変わってきます。まず武器を出すところまでは同じなんですが、この状態で ZL を押すと弓やガンナーの場合には照準を合わせる画面になってしまいますので、この状態で剣士と同じく X や A を押しても瓶の装填や近接攻撃となってしまいます。ガンナーの場合にはこの ZL の役割が R に変更されていますので、R を押しながら X もしくは A で剣士と同じように鉄柱主義を出すことができます。
ちなみに鉄柱試技を練習しようとして武器を出していた場合に、初期設定だとおそらく自動で納刀する設定になっていると思われますので、使おうと思ったら武器をしまっちゃったっていう場合には、このオプションの2つ目のコントローラーの中の自動納刀の設定、これをね、納刀しないにしておくといいかと思います。待っていたよ。で、ガンナーの場合にはこの武器出し中の R が鉄柱試技のボタンに対応してしまいますので、武器出し中に R を押してもダッシュしてくれませんので、それに注意が必要です。剣士とガンナー両方する方にとっては武器をしまうのを Y で統一しておくといいかと思います。待っていたよ。はい、ということで今回のかけり虫については以上となります。ではまたねー。